独立洗面室部屋になってるっていうのが不思議。リビングに入っていきます。おー、家、その発想はなんか意外となかったですね。うんうん、どちらかって言ったらいらないし無駄だよねっつって節約してる感じがすごいね。こんにちは。はい、こんにちは。リブワークの松永です。はい、はい、本日は福岡県勝谷郡にやってまいりました。今回はなんかこう黒とこの木目な感じ、ちょっと重厚感がすごくあるような。そうです ね、 ちょっとシックなお色味になってますけど、うん、お家の中もあの外観の雰囲気に合ったような内装になってます。うん、またねちょっとねこれ個人的なことで非常に恐縮なんですけど、ほら私乗り物大好きじゃないですか。乗り物車とかね大好きじゃないですか。はい、もうちらっと見えるこのバイクとかね、はい、ちょっともうなんかワクワクしてるんですよね今。まあ、あのお家の中にもそういう、まあ、趣味のスペースだったりとか、うん、こだわりの部分ってたくさんありますので、はいはい、今日もたっぷりお伝えしていきたいと思います。ぜひお願いします。はい、では早速今日の間取りからご紹介します。はい、はい、本日の間取りはこちらです。土地面積が 51.65 坪、工事面積が 37.88 坪の2階建てのお家になります。今回のテーマは、うん、我慢しない節約術で高級感を叶えたお家です。節約と高級ってちょっと反対じゃないですか。うん、はい、こだわるとこはめちゃくちゃこだわって、でもここは節約しようっていうその、まあ、術というか工夫がすごく上手だなと思ったんですよね。あのなんだろう、すごく見劣りするとかじゃなくて、うん、逆に高級感出てたりとか、うん、すごくおしゃれなものになってたりするんですね。なるほど。そこのどう入れ替えてるのかとか、どういう工夫をしてるのかっていうのを注目してみていただきたいです。なるほど、そういった意味での節約術。はい、じゃあ早速中に入っていきたいと思います。はい、はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。駐車場の方に移動してまいりました。はい、今3台土間が打ってあるんですけど、1台はこんな風に砂利にしてあるので車でもいいし、こんな風に駐輪場でもいい、なんかこう後から変更ができるように今こんな風にされてるそうです。でここもこだわりがあって、大きいあの窓がついてるんですけど、うん、人形あのトトロとかダッフィーちゃんとかが並んでます。だから道路沿いとかに窓がある方はこんな風にこう中から飾ってあげてもいいですよね。でこちらお庭ですね。はい、外光もあの芝はご自身で、うん、あの設置をされたそうです。今お住まいになって2ヶ月ぐらい経ってらっしゃいます。でここに壁があるんですよ。うん、はい、なのであの道路側から玄関が丸見えにならないようになってます。うん、なるほどね。じゃあ中にお邪魔していきます。はい、お邪魔します。はい、お邪魔します。で、ここが玄関、うんね、かなり広い土間スペースになってます。横幅がすごく広いですね。そうですね、うんうん、なんかホールみたいになってますね。うん、はい、で、まず入って右手側、うん、ここに扉がないんですけど、はい、今カーテンがあって、奥がシューズクロークで、たくさん靴が置いてあるんですけど、結構アウトドアが好きなお客様なので、うんうんうん、あの外のもの、まあ、ゴルフバッグとかバーベキューの道具とかもここに入れれるようになってます。こっち側注目していただきたいんですけど、うん、上の方、うんうん、パイプがついてますよね。ありますね。これご自身でお施主様が後からつけてらっしゃるんですよ。ほう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 。最初からポールつけたりとか、うん、大工さんにお願いするとその分費用がかかってくるので、ご自身で買ってきたものを自分でつける。では次、はい、こちらですね。はい、上がります。はい、まず一つ目の部屋、うん、はい、ここはこちら何ですか。なんだ、洗面台がある。ここは、うん、独立洗面室、部屋になってるっていうのが不思議。そうですね、ちょっと珍しいですよ ね。ここが洗面台もそうですけど、うん、奥様がお化粧するスペースとしても活用されてるんですね。はいはいはい、なの で結構お客さんの出入りもあるそうで、うん、お客さんが来た時にすぐ扉閉めて隠れれるようになってるんですよ。でもさ、なんか
玄関付近でお化粧するっていう行動自体が今までの中でも珍しかったし、あとそのすぐパッとお風呂に行ける玄関横に脱衣所があってみたいな、そういうパターンでもないよねこれ。はい、横はですね、うん、お風呂じゃないんですよ。ですよね、おトイレになってます。ですよね、この上ついてますし。ですよね、はい。こっち窓がある側が、はい、あのさっきオープニングをした道路側の面になるんですよ。ああ、なるほど。あのぬいぐるみとかあったところね。あ、そうそうそうです。やっぱり道路側にお風呂があるのってちょっと奥様の中でも抵抗があったそうで、なんかお風呂は実は全く別の場所にあるんです。こういう間取りはちょっと初めてかもしれないね。はい、でもある意味こう画期的ですよね多分、うん、お風呂上がって化粧水とか、うん、夜するじゃないですか、うん、で洗面所に置きたい。でも朝起きても化粧する前に化粧水って塗りたいんですよ、うん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 、そしたら同じ場所に化粧品とか化粧水とか鏡があった方がいいじゃないですか。そうね。ってなったらこの場所は割と合理的なんじゃないかなと。確かに、まあ1個まとまってればね。でこれ住み始めてから気づいたそうなんですけど、はい、結構同じ分譲地内で子供たちお庭先で遊んだりするそうなんですね、うん、でその時にちょっとトイレ行きたいな、うん、ちょっと手洗いたいなってなったら、ここがあるのでめちゃくちゃすぐアクセスできるそうなんですよ。はいはいはい。わざわざリビングの奥まで行かなくていいっていうのが、すごくこんな風にしてよかったっておっしゃってました。ということでこちらは、でははい、リビングに入っていきます。おお、リビング、おお、いい。広さは 19.1 畳。やっぱ黒とか白を基調としててモノトーンに近いんですけど、うん、でもどちらかというと白が多いプラス、うん、結構グレーも多めに入れてらっしゃるので、うん、なんかなんとなく柔らかい雰囲気もありつつシックな雰囲気になってます。床もちょっと白基調の無垢材っぽいような。床材はリクシルさんのラシスタ D というシリーズで、うん、はいはい、ランダムストライプ調ホワイトオーク、これフロア材になります。で一押しはテレビ裏にタイルを貼ってます。名古屋モザイクなんですけど、うん、これも名古屋モザイクなんだ。そうです、黒白グレーが貴重なんですけど、うん、こう大胆にベージュを入れてらっしゃるのがアクセントになってめちゃくちゃかっこいいなと。なんかタイル貼る場所って悩むと思うんですけど、うん、やっぱテレビ裏とかカップボードの後ろ、キッチンの後ろとか、うん、その辺がすごくなんかバランス良くなっていいんじゃないかなと思います。でこだわりまだまだあって、うんうん、照明、はい、おしゃれなのたくさんついてますけど、基本的に寒色、こういう白いライトしか入れてらっしゃらないです。あのよくありますよね、キッチンの上は寒色にしてリビングは暖色がいいとか。でもここのお施主様はやっぱり白がお好き、明るい雰囲気がお好きとのことだったので、そこもこだわって白にしてらっしゃる。確かに。でここはあのレールタイプのものを入れてらっしゃるんですけど、うん、お家の中実はほとんどダウンライトってないんですよ。ダウンライトってどうしても交換が自分でできないことがほとんどですよね、うんうん、で業者さん呼ばないといけないのは大変だし、その都度お金がかかるので、うん、だったらそこももう省いてしまって、うん、好きなシーリングライトを好きな時に自分たちでつけようと。だからここもある意味節約の一つだと思うんですけど、うん、でも逆にその方が自分たちの好みに合ってるし、うん、後々の使い勝手もいいと。まあ、ちょうどそのレールのやつもダウンライトと違って自分である程度できるから、シーリングにちょっと使い方似てますもんね。似てますね。例えばこの今スポットも増やしたりとかもできるでしょうし、やっぱおしゃれだけにとらわれて使い勝手悪くなっちゃうとね、うん、よくないので、うん、そこもうまくバランス取ってらっしゃるなという印象でした。ですね。はい、ということで今度キッチン、はい、キッチンご紹介します、はい、キッチンは今回タカラスタンダードさんのオフェリアを、うん、入れてらっしゃいます。天板黒だとやっぱちょっと高級感出ません？出まくってます。ちょっとなんかキラキラが入ってる感じがさらに高級感出てるなと思いました。で奥がですね、うん、実は冷凍庫つけてます。で結構なんでまたお家の近くにコストコがあるそうで、うん、まあ、2週間に1回ぐらい、うん、まあ、定期的に行ってらっしゃるね、子育て世代の方ってそうですけど、うん、やっぱり買いだめしないとしょっちゅう買い物行くの大変なので、
すごく役立ってますっておっしゃってましたね。あ、もしかして節約術ってさっきライトの話もしてましたけど、そういった意味も兼ねてるの？あ、コストコのってことですか？そう。あ、それもちょっと含ませてます。なるほどね、はい。まあ、買いだめはそれこそこの冷凍庫ももともとここに置く予定で、コンセントとか間取りの配置をしてるんですよね。そこもしっかり考えてというところはかなり参考になる。いいね、結構場所取りますから ね。またね、このオープンキッチンのタイプってコンセントの位置って結構難しいよねって。うん、あそこも、うん、そうですよね。まあ、キッチン周りでもリビング側からも使える、うんうん、と、ここん、ダイニングテーブルの下に一個コンセントがあるんですよ。はい、こういう透明のマット敷いてる場合って、ここにコンセントあっても埋まっちゃったら意味ないじゃないですか。そうね、確かに、はい。で、うん、よく見てもらったら分かるんですけど、うん、穴を開けてあって、はい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 、切ってるんだそこの部分、はい、ちゃんと開くようになってます。なるほどね。で、次ご紹介したいのがここ、はい、はい、今ですか、ロールカーテンがあるんですけど、はい、開けると、ん、はい、収納、はい、収納になります。奥の方は食品メインだからパントリー、はい、こっちは洗剤とか日用品のストックをたくさん置いてらっしゃる。パントリーだけだったら多分キッチンの方にあった方が絶対アクセスしやすいんですよ、ね、回ってこないといけないので。ちょっとね、ぐるってなりますもんね、はい。でも今回、うん、さっきコストコにたくさん行くってお話しましたよね、うん、で結構買いだめされるんですけど、お風呂の洗剤とか、ね、はい、洗剤とかを一緒にここに収納する。で、実はこっちがお風呂なんですね。あー、なるほど。だからどっちからもアクセスしやすいようにこの場所なんですよ。え、ちなみにじゃあ隣は普通の収納？あ、こっちはですね、うん、普通の収納です。おー、リビング収納みたいな感じ。はい、お子さんのおむつだったりとか、すぐ使えるようなバッグ関係とかはここに置いてます、うん、はい。じゃあ次、はい、脱衣室、はい、こちらですね。はい、ここ独立洗面台とか必要ないから、めっちゃシンプルですね。まあ、本当はつけたいなって思いもあったそうなんですけど、でも2つもいらないよねとか、そこはもうある意味節約というところで、欲張らず必要な個数を玄関に置いた。ここは一応サニタリールームとか、部屋干しできるのを兼ねてるんで、あ、上物干し場ありますもんね。はい、なるほど。ここも面白いなと思ったんですけど、うん、物干しスペース実は2階にもあるそうなんですよ。あ、1階だけじゃなくて？はい、で使い分けてるそうで、はい、1階で使うものは1階に干す、うん、2階にウォークインクローゼットがあるんですけど、うん、2階に収納するお洋服は2階で干す。はいはいはい。そうすることによって乾いた後の、動線が楽になります。確かにね。あとこれも節約術、ここを大きくしたらその分ね、費用かかっちゃうじゃないですか。ここを広くして、うん、家が大きくなって、うん、費用が上がるよりは、うん、うまくこう分担してってことですよね、うんうんうん、そうですね。だからそういった意味ですごい節約術だなと思って、うんうんうん、で奥に行くとお風呂があります。ちょっと広め？はい、洗い場が広いタイプ、1.25 坪タイプの TOTO さんのサザナになります。ちょっと不思議なのは、そのテーブル面白いねって。普通下についてますよね。うん、下にあるとどうしてもここから出る水がじゃんじゃんかかるじゃないですか。うんうんうん、上にある方がまだこう水浸しになりにくいというか、はいはいはい、まあ、少しでもこうお掃除の手間が軽減するようにっていうので上に変更されて、はい。じゃあ次お2階に行きたいところですが、はい、その前にもう一部屋ご紹介します。はいはいはい。リビングの奥ですね、うん、ここも扉がなくてロールカーテンで仕切ってあります。ロールカーテンも白なのがいいですね。はい、ここは畳スペースになってます。畳スペース、今は、なるほど、はい、お子さんのプレイルームになってるので、うん、汚れないようにマットが敷いてあるんですけど、うん、本当は畳が置いてあります。なるほどね。広さは 4.5 畳、うん、
元々は客間としてこう使えるように設置されたそうなんですけど、うんうん、まあ、たくさんおもちゃが、ね、収納してありますね。ゆくゆくはこう、ご夫婦の主寝室とかにしても良さそうですよね。あ、1.5 階使い的なね、うんうん、よくあるやつ、うんうん、はい、にもできる。でここ扉つけなかったのは、うん、見えますか、あのキッチンが一直線に、はいはい、見えます、あの目が通るようになってるんですけど、うん、お子さんが目の届く範囲で遊べるように。なるほど、取っ払ったと、はい、ではお2階に上がっていきます、はい。本当ね、階段の色まで真っ白。そう、なんか階段登ってると、うん、なんかもう白い世界すぎて、うん、なんか天使になったような気分になりますよね。どういうこと？じゃあ案内していきたいと思います。で、ここがおトイレになってます。ここもクロスは全部白で、うん、床でアクセントを入れてらっしゃる、うん、はー、しかも1階のアクセント違う、なんかちょっと大理石っぽい感じの、うん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 、でもクッション性があってすごくあのお掃除もしやすいとおっしゃってましたね。いや、いいね。で、おトイレ出てすぐここに収納があるんですけど、はい、これは、季節物のやつとか、うんうんうん、1階であんまり頻繁には使わないものをここに入れてらっしゃいます。なるほどね。はい、今日はちょっとここはね、はい、はい、割愛させていただいて、こっちの部屋、次はどこですか、はい、主寝室、子供部屋、ここは子供部屋でした。あ、はい、いや、いいね。今はちょっとね、おもちゃを置いてらっしゃいますけど、うんうん、ゆくゆくは独立で使えるように、うん、広さが5畳ほどございます。で、ここももう定番になってきましたけど、わざと収納の扉を取っ払って、うん、はい、そして、はい、次のお部屋に行く前に、はい、ここにフリースペースございます。これまたなんかすごい面白い空間ですね。趣味部屋、まあ、漫画のお部屋ですね。おー、めっちゃいい。今はまだちょっといろいろ作ってる途中だそうなんですけど、うん、ゆくゆくはここにちょっといい感じの椅子を置いてお茶を飲みながら漫画読みたいなとおっしゃってました。いいね、はい、で、正面のお部屋、はい、はい、ここがもう一つの子供部屋です、はい、おー、ほう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 、広さが 4.7 畳、うん、さっきとほぼ同じサイズです。うん、はい、で、ここも収納、扉がないタイプで、今お洋服がたくさんかけてあります。ということで、最後はじゃあ主寝室ですか。はい、最後の部屋が主寝室になります。はい、はい、こちらですね、はい、結構広め、主寝室広さが 6.7 畳あります。お布団が2つ敷いてあって、うん、テレビスペースと奥が、うん、あの部屋干しスペース、ベランダありますね。ベランダはお布団とか枕を干す、うん、で、手前の室内側に、うん、あのお2階で収納できるお洋服を干すと。なるほどね。だからさっきあの脱衣所で言ってた2階で干す部分っていうのがここなんだね。そうです。で、実はこっち側にめちゃくちゃ広いウォークインクローゼットがある、はい、おー、しっかり分けてらっしゃる。だから乾いたものはすぐここに収納できる、めちゃ楽動線なんです。うんうん、で、こっちが奥さん、うん、が旦那さん。で、これはご夫婦揃っておっしゃってたんですけど、うん、やっぱり喧嘩しないように、うん、この壁はあった方がいいと。あ、要はあの自分のものはここねっていうね。はい、まあ、でも確かにその方が潔く好きなように使えますよね。じゃあエンディングに移っていきます。はい、ということで本日は 37.88 坪の2階建てのお家をご紹介しました。いかがでしたか。ちゃんと無駄を削減してる、そのパウダールーム作る間取り。でもそれってお金がないからじゃないような気がしますもんね、その節約の仕方ってね。違いますね。旦那さんバイクに夢中になれたり、趣味とかを大切にしながら、脱衣所に洗面台が欲しいとか、そういったところとかはどちらかって言ったらいらないし無駄だよねっつって節約してる感じ、あ、すごいよね。だからすごい取捨選択をうまくされてるなっていう印象で、うん、こういうこだわりたい部分はたくさんこだわるし、うん、でも逆にライトとかさっきの洗面台とかいろんな細かいところはちょっとこう工夫しながらやっていくっていうのがすごくなんか素敵だなって思いましたし、なんか本当に上手だなってなんか感心しましたね。
まあ、今後ね家を建てる方にはこういうテクニックをねまた私たちの動画でどんどん伝えていけたらなと思いますね。じゃあまた次回の動画も楽しみにしていてください。はい、はい、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。